次は現山螺旋は軸の周りにスケッチを螺旋状に押し出して3次元形状を作成し既存形状から取り除きます今回はこちらの円柱周りに原山螺旋を作成していきたいと思います最初に螺旋形状の元となるスケッチを XZ 平面に作成します三角形の描画ツールを選びます そして 3mm の長さに辺を設定します。そしてこの三角形を移動する前に、一遍に垂直拘束をかけます。そして切り込みを入れる円柱の側面に三角形を移動します。これでこのスケッチは完成です。 今ここに三角形のスケッチが配置されました。これを元に原山螺旋を描いていきますそうするとこの三角形が円柱に螺旋状に巻きついた形として表示されますこの赤い部分が円柱より切り取られる領域となります軸を水平スケッチ軸に変更するとこのように赤い領域が水平軸に変化しますそれでは元に戻しましょう次にモードですが 現在ピッチ、高さ、角度が選択され、それらのパラメーターを変更できるようになっています。ピッチは1回転あたりの軸に沿った変異量を表します。こちらを変更すると、このように螺旋間隔を変更することができます。次に高さですが、これは螺旋全体の高さを変更することができる項目です。螺旋の巻き方向は、 通常右手形となっていますが左手形のオプションをクリックすると時計回りの方向にらせんが形成されますそれでは元に戻しておきましょう次に逆方向オプションですがこれを押すとこのように下方向にらせんが伸びますこちらのプロファイルの外側を削除するオプションをチェックすると赤色の領域のみ残り既存のオブジェクトが削除されます それからモードをピッチ、ターン、角度に変更するとターン数という項目が表示されます。ターン数は全体の巻数を表します。ターン数を調整してみましょう。このようにターン数を変更すると全体の高さが変化してきます。減算の打線のパラメータ設定画面を閉じるとこのような形で形状が確定します。